この人は誰かわかるかな？みんなの大好きなものととっても関係がある人だよ。この人の名前はウィルバート・オードリー、英国国教会の牧師さんです。そのウィルバート・オードリー牧師と関係のあるみんなの大好きなものとは一体何でしょう？そう、もうわかったかな？それは機関車トーマスです。ウィルバート・オードリー牧師は機関車トーマスの絵本を書いた人、つまりトーマスの生みの親なんだ。そのウィルバート・オードリー牧師は今から100年ほど前の1911年6月15日にイギリスの南の方にあるハンプシャー州のロムジーという村でビア・オードリー牧師の長男として生まれました。少年時代に住んでいたボックスの彼の家の近くにはグレートウエスタン鉄道が走っていて、夜になると坂を上る蒸気機関車の音が聞こえてきました。ウィルバート少年は毎晩ベッドの中でその音を聞きながら機関車たちのお話を作っていたのかもしれません。やがて大人になり牧師になったウィルバート・オードリーはマーガレットという女性と結婚しました。そして長男のクリストファーが生まれたのです。クリストファーは病気がちな子供でした。ある日はしかという病気にかかってしまい、外に出られなくなってしまいます。退屈しているクリストファーにお父さんのウィルバート牧師は大好きな機関車のお話を毎日聞かせてあげたのです。それが後に汽車の絵本シリーズとして出版されるきっかけとなり、トーマスやいろんな仲間たちが誕生したのです。やがてテレビシリーズが始まり、世界各国で放送されると、トーマスや仲間たちはたちまち子どもたちの人気者になりました。1997年3月、ウィルバート・オードリー牧師は惜しまれつつ85歳で生涯を終えましたが、彼の愛した機関車たちは今も世界中の子どもたちに夢と希望を与え続けています。さあ、これからオードリー牧師の書いた絵本のお話が始まります。そしてその後にどんなテレビシリーズになったか見てみましょうね。トーマスの機関車がいっぱい。汽車の絵本5より、淡水車と転車台。本線の両端にある駅には転車台があります。エドワードやヘンリー、ゴードン、ジェームスが向きを変えられるようにとトップハムハット橋が作らせました。淡水車のついたテンダー機関車がバックで速く走るのは危険だからです。トーマスのようなタンク機関車は転車台は必要ありません。前にも後ろにも同じように進めるからです。ではゴードンが話しているのを聞いてください。まるで淡水車がついているから偉いと思っているみたいですよ。お前にはわかるまい、ちっちゃなトーマス。俺たちテンダー機関車には守るべき誇りってものがある。お前たちには淡水車はついてない。その違いはかなり大きい。お前たちがどこに行こうと構わんが、俺たちは大事な機関車だ。だからトップハムハット卿が俺たちに貨車を押させたり客車を取りに行かせるのは間違ってる。ゴードンは言い、威張って走り去っていきました。トーマスはクスクス笑って、アニーとクララベルを連れて駅を出て行きました。終点に着くと、ゴードンは乗客がみんな降りるまで待ちました。そしてブツブツ文句を言うと、客車を他のプラットホームへ引いていきました。バカにするにも程がある。バックで転車台に進みながらまだ文句を言っています。転車台は海の近くの風の強い場所にありました。
ゴードンが乗れるギリギリの大きさなので、ちゃんと乗らないとバランスが崩れてうまく回りません。今日はゴードンの機嫌が悪く、風もビュービュー吹いていました。機関士はゴードンを前や後ろに動かしながら正しい位置に止めようとしました。でもゴードンはやる気がありません。助手が転車台のハンドルを回そうとしましたが、ゴードンは重く風も強いので動きません。機関士と作業員が一緒になって頑張ります。彼らはついに言いました。ダメだな、淡水車のせいでバランスが取れない。もし君がタンク機関車だったらこんなことにならないのに。次の列車は後ろ向きで引くしかないな。ゴードンがプラットホームに入ってくると、子供たちが大きな声で言いました。みんな早く来て、新しいタンク機関車が来たよ。でも近くに来ると、なんだ、ゴードンが後ろ向きになってるだけかと言いました。ゴードンは怒って出発しました。乗り換え機に来るとトーマスがいました。やあ、タンク機関車ごっこかい。だったら淡水車を外して石炭入れをつけなよ。ゴードンはカーッとしましたが答えませんでした。ジェームスがゴードンを見て笑っても、じゃあな、お前も気をつけろよと言っただけ。ジェームスは、大丈夫さ、僕は君ほど太ってないからねと笑いました。ジェームスは転車台に来ると、大丈夫だよなと心配になりました。ジェームスは転車台の上で正しい位置で止まりました。これなら簡単に回転しそうです。助手がハンドルを回すと、ジェームスは回りましたが、回りすぎてしまいました。風のせいで駒のようにくるくる回って止まれなくなったのです。ゴードンはジェームスを見て、おや、ジェームス、メリーゴーランドごっこか？と言いました。やっと風が止んで、ジェームスも止まりましたが、でもその時はもうゴードンは見ていません。かわいそうなジェームスはめまいがして、黙ったまま機関庫に帰っていきました。その夜、怒りの収まらない3台の機関車は話し合いました。テンダー機関車を、こんな目に合わせるなんてバカにしてる。ヘンリーは象に水をかけられるし、ゴードンは後ろ向きにされてタンク機関車と間違われた。ジェームスは駒みたいにくるくる回ってみんなに笑われた。その上トップハムハット卿の命令で汚い貨車と客車の入れ替えをさせられるし、と口々に言いました。すると、おい、いいか、明日だ、トップハムハット卿を困らせてやろう。ゴードンが他の2台にささやきました。次はヘンリーのお話。ヘンリーは加湿が小さくてなかなか力が出ませんでした。ウェールズの石炭を使えば元気に走れるのですが、ウェールズの石炭は高いのでした。ちょっと形がゴードンと似ていたヘンリーが新しくなるきっかけになったのが次のお話です。汽車の絵本6より、フライングキッパー号。海のそばの大きな駅には港があり、たくさんの船が行ったり来たりしています。客船はピカピカで立派でした。他の小さな船は石炭や機械、いろいろなものを他の国へ運び、肉や木材など必要なものを持って帰ってくるという大事な役目があります。漁船もやってきます。埠頭に降ろされた魚は町のお店に運ばれるか、特別な貨物列車で他の遠い場所へ運ばれていきます。鉄道員たちはこの貨物列車のことをフライングキッパー号と呼んでいました。ある冬の夜、ヘンリーの機関士は言いました。明日朝早く出発するぞ。
フライングキッパー号を引くんだ。ゴードンには秘密だが、もしこの貨物列車をちゃんと引けたら、トップハムハット卿は急行も引かせてくれるかもしれないぞ。ヘンリーは、うわ、それはすごいや、と叫びました。朝5時、ヘンリーは港の駅に来ていました。雪が降り、霜の降りた寒い朝です。作業員の威勢のいい声が響き、魚の入った木箱が貨車に積まれました。最後のドアが閉まり、車掌の緑のランプを確認したら、いよいよ出発です。急げ、急げ、絶対にヘマをするなよ。ヘンリーは凍った線路の上に車輪を滑らせながら、貨車たちに言いました。貨車たちは揺れながら、カタン、コトン、わかったよ、と嫌そうに答えます。いいぞ、その調子。ヘンリーは嬉しそうに言います。スピードも上がってきました。ヘンリーから出る煙と蒸気が雲のように上がり、寒空に飛んでいきました。助手がもっと石炭をくべると、火が雪を明るく照らしました。急げ、急げ。ヘンリーは息を切らしながら言いました。橋の下を抜け、駅を通り過ぎました。信号はみんな緑の進めでした。順調に進み、空が明るくなってきた頃、前方に黄色の信号が見えました。遠方信号が注意になってる。機関士は蒸気を抑えて止まる準備をしました。でも場内信号は進めになっています。大丈夫だヘンリー、行こう、機関士は言いました。本線から側線に入るポイントが凍りついていることや、場内信号が雪の重みで降りて進めになったまま動いてないことなんてもちろん知りません。貨物列車は側線でフライングキッパー号が通り過ぎるのを待っていました。機関士と助手はブレーキ車でココアを飲んでいます。車掌が時計を見て言いました。そろそろフライングキッパー号の来る時間だ。でも助手は、まだ大丈夫さ、ココアを楽しもう。機関士は立ち上がり、さあ機関車に戻るぞと言いましたが、助手は、いいじゃないか、まだココアが残ってる。その時です、ものすごい音がしてブレーキ車が壊れました。3人は突然雪の中に放り出されてしまいました。ヘンリーの機関士と助手は衝突する前に飛び降りていました。助手は頭から思いっきり雪に突っ込んだので、機関士が引っ張っても抜けません。ヘンリーは横倒しになりびっくりしていました。貨物列車の助手は空っぽのマグカップを振っています。何やってんだ、最高のココアが全部こぼれちゃったじゃないか、と言うと、機関士はココアなんてどうでもいいだろう、早く救援列車に電話してくれ、と言いました。救援列車のおかげですぐに線路は片付きましたが、ヘンリーを線路に戻すのは大変でした。そこへトップハムハット卿がやってきました。ヘンリーは、信号が進めになっていたんです、とビクビクしながら言いました。元気を出したまえヘンリー、お前のせいではない、氷と雪が悪いのだ、お前を整備工場のあるクルー市に送ろう、そこでボディと加湿を直してもらいなさい、きっと生まれ変わった気分になるぞ、もう特別な石炭もいらなくなる、いい考えだろう。はい、トップハムハット卿、ヘンリーは言いました。ヘンリーはクルー氏を気に入っていましたが、やっぱりふるさとに帰ってくると嬉しいものです。たくさんの人たちが新型になったヘンリーを待っていました。ヘンリーは立派で頑丈そうな姿をしていたので、みんな歓声を上げました。ピーピーピッピッピー、みんなありがとう。
嬉しそうに汽笛を鳴らすヘンリー。ちょっと言いにくいのですが、ヘンリーを見ようとしてたくさんの男の子が学校に遅刻してしまったんです。ヘンリーが休校を引くこともありました。そしてとても上手に引くので、ゴードンは焼き餅を焼いてしまいました。ヘンリーよかったね。みんなはヘンリーのどこが変わったのかわかるかな？石炭を燃やす加湿のところ。これでヘンリーはどんな石炭でも走れるようになったんだね。汽車の絵本7より、トビーとジェームス。トビーとヘンリエッタは毎朝作業員たちを石切り場へ連れて行きます。乗り換え駅ではよくジェームスに会いました。最初この鉄道に来た時、トビーとヘンリエッタは傷んでいて、ペンキの塗り直しが必要でした。ジェームスは、わあ、なんて汚い奴らだ、とひどいことを言っていました。ついに、トビーも我慢できなくなり、ジェームス、なんで君赤いんだい？と聞きました。ジェームスは自慢げに、僕が素晴らしい機関車だからさ。何でもできるし、ボディはいつもピカピカだ、と言いました。トビーは涼しい顔で、だからか。何でもできるためには、ブーツの紐が必要だったんだね、と言いました。前に、ジェームスのブレーキパイプが壊れた時、新聞紙とお客さんのブーツの紐をもらって直したことがあったのです。ジェームスは顔が真っ赤になり走り出しました。終点まで来ると客車を離し、次の用意をしました。駅に止まりながら貨車をつなげてはまた切り離すという各駅停車の貨物列車です。ジェームスはこれが大嫌いでした。汚い貨車なんてうえーと文句を言っています。まず数台の貨車をつなげて出発。そこから駅に着くごとに貨車を少しずつつなげていき、長い列車になりました。最初のうちは貨車も行儀よくしていたのですが、ジェームスが乱暴にぶつかるので仕返ししてやろうと考え始めました。高架橋の上を進み、ジェームスはゴードンの丘のてっぺんに近づきました。重い貨物列車の場合、ブレーキをかけるため一旦ここで止まります。ジェームスは以前それで事故を起こしたのに忘れていました。待てジェームス、機関士が言いますが、ジェームスはどんどん進んでいきます。ジェームスは次にトビーに会ったら何を言ってやろうかと考えてばかりいました。危ないと気づいた時にはもう遅すぎました。やったやった、貨車たちは笑い、バンバンとぶつけながらジェームスを押して丘を下りました。車掌がブレーキを思いっきりかけるとキーッとなりました。行け行け、貨車が叫びます。止まらなきゃ止まらなきゃ、ジェームスはうめきながらブレーキをかけ、貨車たちを抑えようとしますが、貨車はすごい速さで走っているので止まれません。駅もすごい勢いで通り過ぎ、操車場に入っていきました。ジェームスは思わず目を閉じました。ガッシャーンという大きな音がして、何かベタベタしたものがジェームスにかかりました。ジェームスがぶつかったのはタールの運搬車だったのです。自慢のボディが真っ黒になってしまいました。ジェームスは汚れた割に傷は少なく済みましたが、タールの運搬車と貨車の何台かはバラバラに壊れてしまいました。操車場にいた救援列車がすぐに片付けました。トビーとパーシーが急いで駆けつけます。ねえパーシー、あの汚いのは何だい？
トビーが大声で言いました。ジェームスだよ、決まってるでしょ、とパーシー。ジェームスの形をしてるけど、ジェームスは立派な赤い機関車だし、いつもピカピカのはずだよ、トビーは考え込みながら言いました。ジェームスは目を閉じて聞こえないふりをしていました。トビーとパーシーは壊れていない貨車を片付け、ジェームスを機関庫に連れて帰りました。トップハムハット卿は、パーシー、トビー、よくやったぞ、と言いました。そしてジェームスを見ると、貨車の扱いがなっとらん、呆れたぞ、しかもなんだその格好は、すぐにきれいにしてもらいなさい、と言いました。トビー、ペンキを塗り直してやろう、チョコレート色と青はどうかな。トップハムハット卿、ヘンリエッタにもお願いします。もちろんだとも。トップハムハット卿は微笑むと、アニーとクララベルのような茶色に塗ってやろう。ありがとうございます、きっとヘンリエッタも喜びます。トビーはこの知らせをヘンリエッタに教えてあげようと嬉しそうに帰っていきました。オードリー牧師が絵本に登場したことがあります。眠れる森の機関車というお話では、行方不明になった鉱山機関車のデュークを探すためにやってきた牧師として、また目には目をというお話では、ちんまり鉄道にやってきた本を書くという牧師として登場しました。このちんまり鉄道のモデルになった鉄道はイギリスに本当にあるのです。オードリー牧師は実際にちんまり鉄道を見学に行った時のことをお話に書いたのでしょう。次のお話もイギリスにある保存鉄道をモデルに書かれた小さな機関車たちのお話です。汽車の絵本11より、帰ってきたスカーロイ。ピーター・サムは仕事を始めたがっていました。でも責任者は働かせませんでした。もう一日休んだ方がいい。それに後で君をびっくりさせたいんだ。嬉しいな。何ですか？まあ楽しみにしてなさい、と責任者はにっこりしました。びっくりさせることとはスカーロイのことでした。わあ、スカーロイ、お帰り。ピーターサムは喜びました。スカーロイの加湿に火を入れると、彼はシューシューと嬉しそうに音を立てました。ワクワクするよ。まるで若い機関車みたいだ。懐かしい客車をまた引きたくてたまらないよ。客車たちは今も元気かな？スカーロイが聞くと。ピーターサムは、ああ、元気に走ってるよ。あとね、客車が5台増えたんだ、と答えました。スカーロイは興味津々。へえ、どんな客車？ピーターサムは言います。コーラは車掌車で、ベアトリスよりは小さくて、切符を売る窓もない。でも僕は一番好きだな。昔は僕が弾いてたんだ。エイダとジェーンとメイベルは、屋根がないんだ。サーハンデルはエイダたちのこと貨車だって言うけど、ちゃんと椅子もあるから僕は客車だと思うよ。スカーロイはどう思う？スカーロイは微笑むと、椅子があるなら客車だね、とはっきり言いました。ピーターサムは言いました。サーハンデルはガートルードとミリセントが一番のお気に入りで、いつもその2台ばかり引いていこうとする。ボギー客車だから、これこそ本当の客車だって言うんだ。サーハンデルはガートルードたちを見ると、急行列車を引いてた時思い出すみたい。2台とも乗客用の椅子があって、ミリセントには車掌さんもいる。その車掌さんが狭い場所で切符を売ってるんだ。でもよくないよ。
車掌さんはとても大切な人だし、車掌車が必要だよ。狭い場所に押し込めちゃダメだ。スカーロイは何も言いませんでした。ピーターサムはさらに続けました。貨車から降りるとき、ラスティが手伝ったのかい？ああ、線路の修理や雑用をしに来たと言っていたけど、いいやつだね。スカーロイは微笑みました。ピーターサムは自分が事故に遭ったとき、ラスティがどんなに親切だったか説明しました。でもダンカンはラスティが好きじゃないんだ。ダンカンって？僕の事故の後、代わりに来た機関車さん、とピーターサムは言いました。役に立つ機関車かい？何でも運ぶし、やる気もあるけど、跳ね回ってて行儀が悪いんだ。前は工場で働いてたらしくて、言葉もたまにきついんだ。なるほどね、とスカーロイ。ちょうどその時電話が鳴り、スカーロイの機関士と助手は運転室に乗り込みました。行くぞスカーロイ、ダンカンがトンネルから出られなくなった、助けに行こう。スカーロイは嬉しくなりました。走りたかったし、ダンカンに会いたかったのです。コーラと作業員を見つけて急ぎました。線路も随分綺麗で滑らかになったな、スカーロイは思いました。昔のデコボコは全部治ってる、ラスティのおかげだな。褒めてあげなきゃ。ダンカンはトンネルの反対側の出口で動けなくなっていました。客車はトンネルの外に出ていたので、乗客たちは機関士と助手と一緒に運転室の屋根とトンネルの天井に挟まった岩をどかそうとしていました。ダンカンはプンプン怒っています。俺は正直でぶっきらぼうな機関車だ。思ったことはそのまま言う。トンネルはトンネルらしくなきゃダメだ。ウサギの穴じゃあるまいし、この鉄道はなってないな。機関士は言いました。バカなこと言うな。このトンネルはロックンロールなんて踊らなければ十分通れる大きさなんだぞ。岩が取り除かれると、スカーロイがダンカンと客車を引っ張って無事トンネルから出ることができました。コーラは側線に残され、作業員も安全確認のために残りました。ダンカンは帰り道ずっと文句を言っていましたが、スカーロイは気に留めませんでした。みんなの帰りを待っていた責任者が言いました。いいかいダンカン、トンネルは何も悪くない。君がロックンロールを踊ろうとするからあんな目に遭ったんだ。今度同じことをしたら運転室と煙突をちょん切るぞ。ダンカンは恥ずかしくなりました。その夜はいつものダンカンとは大違いでした。